例えばね、これ21年度なので、これ一緒に近い問題出ますよね。で、これは工期を計算する。ね。一つは工期を計算。それから、ある作業の特定の日にちが増加した。で、仕事って大体増えるじゃないですか。だから必ず増加したもん。なんか増加した。変化があった。変化があった。変化したって必ずこれは日にちが増えるということです。時、作業 M は、再送開始時刻は何日遅れますかと。何日遅れますかということは、あの再送開始時刻っていうのは何かというと、作業を最も早く始められる日にちと、こういうことだ。それはどういうことかというと、計画上で言えば、その日までに労働者の質、それから所定の材料、所定の機械、そういうものを全部この日までに揃えておかなくちゃいけない。だからこういうのを再送開始時刻の計算をするということは、どういうことかというと、その作業の、例えば M だぜ、 M の作業を開始する作業開始時刻を求めるということは、 M の作業を開始するためにはどういうような材料の質を、どれだけの量を、どういう技能を持った人を何人入れると、機械はどうするかということをこの日までに準備しておく。だから再送開始時刻の計算とても大事な施工計画だね。だからこの計算を理解をしておかなきゃいけない。で、仮にここで途中の日にちが増えちゃった、遅れちゃったと、遅れた時にじゃあこの作業を何日にやればいいのかっていう計算、これ大事なことです、ね、単に試験だけじゃなくて実質上そういう考え方をすることを身につけましょうね、ということです。で、試験問題の形はね、まずね、こんなん与えられてんだよ、条件っていうのは、ね、条件与えられてる。だからこの条件からネットワークを作んなきゃいけないか、これ、こっからネットワークをね。例えばどうやって見るかというとね、作業条件ってあるんで、1、2、点点点、あ、10人あるなと、日にちはちゃんとあるなと、こういうことがあるね。まずね、こういうことをやると結局最初の仕事っていうのと、最初の仕事、最初の仕事ってネットワークで書いたら最初の仕事、これから始まりますよって言ったらね、こっからこう始まりますって言ったら、最初の仕事ってこういう感じになるわけよ、進んでいくの最初だから。で、終わりの仕事ってったらここでこうなってさ、最終的によくなんか分かんないけど、これが終わりの仕事だ、例えばね、こうだった終わりの仕事、まあこんなふうになったら、例えばまあこうなってね、こうなったらこうなる。だから終わりの仕事って後ろはないの、これ、これ前のがないわけよ、ここ。だから、まあ、初めの仕事はここはなく、終わりの仕事は後ろはない。ということで、これは最初の仕事というふうに考えられる。それから、終わりの終了と出るか、ね、最初と終了と出るか。じゃあ、ここで、ここで始まって、ここで終わるなということが、まあ、分かるわけ、ね。まず、ここのところ、最初はどこ、最初はどことしたら、11の条件であなた終わりねとね。1番から始まって、11で終わりですよ。さあ、そうしたらね、これはね、どうやって書くかというと、これ、何書いてんのかって言ったらね、これ、例えばね、作業を A と B とあったりするじゃないですか。ね、A と B と。そしたら、A が終わったら B ができるよっていう問題。そしたらどうやって書くかというと、A という作業が終わると B ができますよ。とこうなるじゃない。B がこうやって。こういうのを B から見たら、これ先行作業。A から見たら後ろは後続作業。というんだね。で、もう一個ね、これひょいっとこういうふうなのもあるんだよな。例えばこういうふうなのがあったでしょ。そしたら C があった。そしたら A が終わったら B と C ができるよって言った時は、これは A の後続作業は B と、それから C も後続作業で、 A の作業、こっちから逆に見てみたら、 C から見ると A は先行作業、 B から見ても A は先行作業、まあ、こういうことになるね。だからね、あとポイントはね、どういうことかというと、例えば B と C の作業が終わったら D ができるよといったときに、どういうふうにやるかということが次問題になってくるね。だから B と C が終わったら、こう伸ばしておくかね、これが終わると次は D ができるよといったときに、だから B と C が終わったらと、終わったらというときはこれね、点点点点とこう書くわけ。これとこれが終わったら、例えば D ができるよと。これがポイントなんだな。だから B と C が終わったら D ができるよって時に、これダミーが出てくるの。ほら、ダミーが。
B と C が終わったらという2つが終わったら次できる時の感想文断言です、ね、ということを意識しておく。この考え方があればこれすぐ作れるんだ。で、あとだから具体的に見ていけばすぐ分かるようになるからね。ということでちょっと考え方を読んでおこうかな。与えられた条件文から、ね、ネットワークを構築してくださいと。で、構築するときにはどうするかというと、リストを作んなさいと。リストをこしらえて、これをもとにネットワークを構築しますよ。だから作り方はリストをこしらえてネットワークを構築をして好機を求めると。この3つの、あとはね、飾りだけ。これが分かればもう全部解けるから。だからポイントはリストワークどうやってこしらえるのと、どうやって構築するのと、どうやって計算するの。この3つからなってね。1、2、3。結局ネットワークの計算は条件からどうやってリストを作りますか、どうやってネットワークにしますか、どうやって解きますかということが分かれば、あとはもうごく簡単な問題だけで終わりです。ですからこの3つを整理していく。じゃあ具体的にこの問題をですね、整理していってみようね。まずリストを作る。ここからいこうかね。簡単なのよ。さっき言ったね、 A から始まって最初 N までしかないと、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、感情です。まずね、表をしたいんだよ。表を知られたらね、もうこんなこと関係ない。作業名、これ、先行作業と作業名と日数。これ書きれる。全部出ちゃうんだよ。A、B、C、D、E、点々点点、L、M、N までザーッとこう。とにかく表を作っちゃう。で、ここにね、日にちが書いてあったから。日にちが与えられてるから。日にちに A は4日、B は6日、C は5日。まずここの表だけ先作っちゃう。ここだけまずバーッと数字入れちゃう。まず。いいでしょ。 A から始まってもう何年も読まなくて、ね、ここからここまで N までダーッと表を作っちゃうのかって、表を作っちゃうのかって、そこに日にち与えられてるから A の作業は4日とかこれとか入れちゃう。だからここすぐでこう埋まっちゃう。表の半分が埋まっちゃったのか。あとはここだけちょっとこの文章読んで入れるだけで、だからね。でまず1番目って言ったら作業、ここはポイントはね、作業ごとに見ていくってことなの。作業ごとに見ていくんだよ。全部いっぺんに見たらダメなんだよ。見る、この力、これがここの表を作るポイントなんだ。 A は A の説明1個ずつ入れていくってわけ。1個ずつ入れていくの。 A はここはどうなってかなとこう見るわけよ、ね、そしたら A、 ここのところはね、 A は1番で書いてるからこれはもう当然1番だな。だから1番の条件では先行作業なしだから、だからまず A は4日で一番最初の仕事だって言うんだ。これこうだな。それから同じように B も先行作業ないから B がここ入ってる。だから C がここ入ってる。先行作業はないと。ないだよ。先行作業ないんだから。なしたらみんな、なしとこうからね。で、その時ついでにちょっとここつけとく、ないよと印はもうつけてもいい、つけなくてもいいです、これはね。で、ここ。で、これ1番目の条件終わった。ABC が先行作業です。ということで1番の条件。2番の条件は2つあって、 D の先行作業は今度これでしょ。 ABC を見て、今度これだけ見る。 D の先行作業 A だわ。 D これだけ見るのよ。 D を見たら先行作業 A って書いてあるから、これ A を書ける。それから今度 E だけ見る。 E の先行作業 A だ。同じも構わないんですよ。これこうやってこれ A ですよと、これ A って言うね。で次の3番目、 F の先行作業は B とD がある。そしたら F の先行作業は B と D と2つあるから、2つあるということはこの関係の間にダミーが入るから、これダミーって書いておく。2つあるときはもう2つ以上あるときはダミー組んだわ。3つ来たらダミーが2本なんだから、いい。だからここにダミーって書いておくの、ここにね。でこれがほら6番、ここまで終わったじゃないですか。 F まで終わった。で次こう来る。今度こここの先行作業は B と D。あ、ここも B と D だった。B と D とダミー。G もだから、これで B と D のダミー2つだったらダミー回。こうで、ここまで終わった。な。で、次が今度4番目。G が終わったから今度 H でしょ。H の先行作業は C だ。H の先行作業は C だ。あ、これ C で書くべきと。な。これ書くべきと。で、次は I の先行作業は E と F だから。E と F だから、E と F 書いて2つ来たからダミーって入れる。いいでしょ。それから今度、I が変わったね。次は J の先行作業 F だけだ。これダメじゃない。1個だけで。1個だけだ。これ1個だけね。で、K の先行作業は F、G、H と3つある。F、G、H。本当はダミーって入れてもいいんだけど、まあダミーがあるよってこと分かればいいな、K は。
で、K の作業があった。で、今度 L の作業は J で、1個だけだから、これ J。でしょ？ M の作業は K だから、K だ。で、N の作業はこの3つだから、I、L、M。では、ダミー。って書くよ。それで、ここ目埋まっちゃうじゃん、これ、こうやって。ここも埋まるじゃん、簡単に。この箱を書いたんだから、そのまま入れれば。だったら、一番最初に A から全部 N までバーッと表を入れる。その日にちだけ書いてあるから、全部こう数日まず入れる。入れたら、この先行さ、1行ずつ、A はどうなの？ B はどうなの？ C はどうなの？ D はどうなの？ E はどうなの？ F はどうなの？ 2 つあった時はダミー入れましょう。G はどうなの？それと2つあったらダミー入れよう。H はどうなの？ I は2つあったらダミー入れよう。そしたら J はどうなの？ K は3つあるのダミー入れよう。L はと。M は K。N は LM。とこれ書いてあるんだから、その通り読んで入れればいい。それはやっぱり表を作ってきちっとね、必ず通るために表を作った方がいいね。で、これを今度、これがね、リストってね、これ。これリスト作られたの。まあ、これが間違えると次行かないんだけど、例えばここ。で、これ一つずつ言うの。だから、番号が1番でしょ？だから1番の条件がここ行きますよ。そしたら作業としては A、B、C があるから。はい、A、B、C。だから、A、B、C は最初の仕事であるって書いてあるから、これ最初だな。最初から始まって A と B と C はそれぞれが並行作業で最初の作業ですよ。最初の作業ね。だから全部最初の作業。で、これが終わった。で、今度は2番目行きましょうと。こう、2つ目だ。な。1番目終わったから、今度は2番目こう行くわけ。な。そうすると A、B、C が終わったから、今度 D を行くわけ。順番だから A、B、C、並んでしたら順番だ。D はどうするかというと、D はどうなってるかというと、先行作業は A ですよ。だからD の前はこうですよ。それからこの下もね、A、E も A ですよ。ということは、そういうとこ2つこうなの。ほら、D の先行作業が A であり、E の先行作業が A である。ということでしょ、これ。だから、A の後続作業が逆に言うと D と E であって、A の後ろに D と E が並ぶとも考えられる。前行作業と後続作業。こういい？これはいいね。A が終わったら E と D ができる。A が終わったら E と D ができる。こういう読み方もあるわけな。これでしょ。で、これで E と終わった。だから A、B、C、向こうで半分終わっちゃった。5個。ね。で、次、今度は次の段行こう。3個目ここだ。ここ。これダミーがあるとこ、これがポイントなんだよ。ここのところは皆さん迷うんだよ。どうやってダミーつけるのとか。ね。ここ行くよ。そしたら F のところはどうなってるかというと、これは F の先行作業が B と D だから、ここ E、ここ見て、この F。F どうなってるの？これ F。B と D が終わったら F ができるよ。B と D が終わったら F ができるよ。で、 B と D が終わったら G もできるよと、ほら。ね。B と D が終わったら G もできるよと、こういう感じなの、ほら、ここ。B と D が終わったら F ができるよ。B と D が終わったら G もできるよ。というと、こういう感じなんだ。分岐の方で、ここもそうだったね。ここもそういうふうになってくる。特にここはダミーが必要だから、実際ダミーこれいら最後はいらないんだけど、消せるんだけど、まあ、作るときは入れた方が分かる。ダミーがある。だから、G と F とダミーがこうある。ね。というふうな、こういうここの構造をしっかり整理。意味を自分で理解しなきゃダメです。ここのところね。で、F と G が終わって、で、今度は H だ。な。今度は4番目だから H。これは一応1個だけだから簡単な。H は1個だけだから、H は、C が終わったらできるの。H はここ行く。ね。H はここ行く。ね。これで H が終わる。これが4番目で終わり。で、今度5番目。5番目。これも1個だけで終わりだ。5番目はどうするかというと、I が EF とダミーと I だから、EF、E と F が終わったら I ができる。E と F、ほら。E と F が、これは両方とも終わったらというわけだから、こういうふうに。ね。E というか終わったらで、これとこれが終わったらこれができる。こういう形なの。だから E というか離れてるから、それはだからダミーで結んであげる。そしたら、これとこれが終わったら I ができるということになる。これ、ここは。ね。だから6番目も同じだ。もう続きで書いとこう。J が終わって、J は F が終わったら、できますよ。ということで F が終わったら J ができるからこういうこと。J になる。こういうの。ね。で、この辺のところ、特にこういうところがやっぱりポイントだわな。ここのところの E と F が終わったら I ができるというのはこういう形になるよということだな。ここがポイントだ。この
愛を、ここはこの、この愛を、愛のところはポイント。これは F の J はこれ関係すぐ分かると思うんだな。で、これで、ここまで終わって、で、今度、K のところへ来る。これ7番目までこう。だから7番目、K、K はどうなるか。K はこれ、F、G、H ってダミーだから、これ、F、G、H 終わったら、K ができるんだから、ただここの、はい、これ見て。ここのかかとだ。ここまで来るでしょ、ここまで来たんだから、今度、F と、G と、H が終わったらってのこれ、終わったらってのダミーが来る。終わったらってここほら、ダム、ダミーが来て、ダミーが来て、F が終わったら K ができる。G が終わったら K ができる。H が終わったら K ができる。この関係はこういうふうに3個並んだときは、だから、全部野線で、ダミーで落として、最後のここへ入れてあげたら、この続きで、H が終わったら、G が終わったら、F が終わったら。このダミーって時間がないわけだよ。本当はくっついてるわけだな。時間がないんだから。だから、でも、プログラムする上ではやっぱりこれは一応ゼロとして空間開けた方が組みやすいから、こういうふうにここのところは問題だな、書き方のところをちゃんとダミーの使い方で F と G と H が終わったら K ができるという時は F の下にダミーをつけてこう来て、 G の下にもダミーをつけてこうして、そしてこの後ろの K のところへこう来ると、この形だ。これここね、ここのところもやっぱりだダミーになるところは注意してる。あとはもう別に大したことないですよね。ということで、これで、8番目は L か。これはもう簡単でしょ ?1 個だけだから。ね。J が終わったら L できる。J が終わったら L できる。これでここ。J が終わったらできる。だから、これもいいでしょ ?9 番目もいいじゃない。K が終わったら M できると。K が終わったら M できる。こうくる。ね。で、あと最後だ。ね。あと最後は I、L、M ができたら N ができる。だからそれでこれ見たら、これとこれとこれができたら、だからまあ書き直せばこれとこれができたら N ができるって言うんだから、こういうふうになって N で、これ終わったらと、これこういきなりこう書いてもいいんだけど、ダミーを使う場合はこうやってダミーがあるから、ここへね、ダミーがあるからダミー使うとこういうふうになってくるよと、こうやっていい、まあ、こんなふうにしてですね、ネットワークで、あとは具体的に言うと、こういうところはもうほら、いらないわけよ、結局ね、ここのところは、例えば実際のネットワークの時はこういうところをもうくっつけちゃっていいわけよ。実際はこれはこのダミーのままいってもいいんだけど、これはもうこういうふうにしちゃって、これ取っちゃダミーよね。で、これもここのところ I でこういいんだけど、これももう、ま、取っちゃっていい、同じだからこうやって入れちゃって、このダミー取っちゃう。で、ここも M のところもこうダミー取っちゃって、もう後の修正だけどこれ取っちゃって、こうやって簡素化しちゃう。で、いらないところ取っちゃう。そうするとこういうふうな基本的なやつができるということで、ダミーをここで整理するということも、ネットワーク計算するようにおいて大事なわけね。要するに必要なダミー、無駄なダミーをもう整理しちゃうということで、ここのといらないところを直結しちゃう、ね、ここのところなんかもう直結しちゃう。そしたらこういう丸がいらなくなる、こういう丸がいらなくなる。丸があるほどネットワーク計算増えてくるから、だからできるだけこれ減らした方がいいから、まあ、こういうふうにしてつなげてしまう。そうするとね、こんなふうになるわけ。ここのところ消えて、先ほどのところも直線にこうなっちゃったね。で、少し整理しちゃうと、こう曲がってるところもスッと、もちろんこの丸が入ってても計算できるんだ。そのとこ計算しなきゃならないから、いらないところはもうダミーは取っちゃうという形を取ると、まあ、こういうすっきりした形になって計算ができるよと、こうなる。じゃあ今度はね、3番目だな。ネットワークはこれはね、すぐにはできない。皆さん練習してよ。はい、じゃあ今度はネットワークの再相関処理だ。これはね、足し算だけなんで非常に簡単なのよ。見てて、これ例えばネットワークで日にち入れるでしょ。例えば A が4日とかあったよね、 B が6日とか、これ数値入れていくわけよ、日にちね。で、どうやって計算するかというとね、まずこのね、1,2,3,4,5,6 の11までのところに丸をつけて、こういう丸をつけて、こうやってこの上に丸をつける、全部丸つける、バーッと11個ここに丸つける。で、一番最初の初め計算、これを0を入れる、最初だからこれ0を入れる、一番最初スタート0を入れる。で、2番はどう、この順番で計算するんだよ。1,2,3 してね。そういう順番で、流れの順番で、後ろ行くほど、まあ、数値が大きくなるので、適宜これを計算していく。そうすると、1番が来ると、この2番へ行きます。2番へ来る、矢印の通りだな。矢印の通り。だから1番へ来ると、ここの再相関始時刻はいくらかなっていうと、0と4を足すから、これ4だ。な。だから、ここまで到達する日にちが4日だ。だって0足す4だから4日と、こう入る。2番が終わったら3番へ行く。で、3番はね、見て、こっちから来てるのとさ、こっちから来てるの2つある。
でこっちから来てるのどう？これは4たす5だから9ってなるわけ。こっちから来るとでこっちから来ると0たす6だから6ってなるわけで、じゃあ EF という作業をさ考えてみてよ、始めようかなと思うじゃない、ね、でこれ見たら両方入ってるでしょ。D も B も終わらないと次作業できない。この2つ道具使うんだと、 D という道具と B という道具を使うんだと。そうしないと F 始まらない。作業ってそうじゃない。だから両方が終わらないと始まらない。というとこの作業いつ始められるの？これだと大きい方じゃない。9日にならないとだって終わらないんだから。ここだからここは最大注意。だから工具とか道具を準備するのは9日までに準備すればいいということだ。だから6日じゃないよ。だから9日その大きい方にこれ丸つけて、こうやってここに2つほらどっちか来るね。野線が2つあったら大きい方に丸つけて、こうやって丸くれてもいい。で次3が終わったから次4いくよ。4はだから0足す5だからこれ5だ。これでしょ。0足す5で5だ。で4が終わったら次5いくよ。5いくとこれ9足す6だからこれ15だ。ここ入るな。9足す6は15。ここ入る。5が終わったら6いくよ。6いくと2つあるな。でこっちから流れてきたら4足す5で9。こっちから流れてくるとダミーは0だから15足す0で15だ。大きい方ってこれ15だ。これだな。だから I は15日までに、道具を整えばいいということが分かる。で6番終わった。6番終わったら次7番。7番から見てくれ。3本入ってるから気をつけて。でこれは上から来ると15足す0。これ15だな。横から来ると9足す10は5日だから。9足す14日。でこっちから横から来るやつは5足す7で12だ。でこのうちの一番大きいやつで上から来たら15大きいから15はこっち来る。15いる。でその時どれだったかって一番大きいやつに丸をくれてやる。こう丸をこう丸をくれてやる。いい。でなあの7番は次8番。8番は15足す15で、5で20って。これでしょ20。で8番はまた9番。9番はこれ15足す6でこれ21と。ね。15足す6で21と。こう。でここへ来ると、この9があったら10。10はこう3本来てる。で上から来たら来ると、これは、上から来ると15足す8で23。こうな。これ足すこれで、23。で、ここから横から来ると20足す24。ね。下から来ると21足す、6だから、5だから26とか。で、ここはだから最大で20。で、ここはくる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 っとつけてある。26だからつけてある。で、26足すことで31。この31っていうのが後期だ。ね、これを求める後期ですよということになる。これ後期で後期になった。そしてクリティカルパスって何かというと、ここから始まるから、この丸印を伝っていくわけ。ずーっとこういったらどっち行くかな。丸印ついてるこっち、こうこういうのこのまま行くしかない。どん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 どっち行くかな。分岐線こう上上がる。丸ついてるからこっち、もうこっち行けないからな。どんどん小さい数字で5やったら6逆になっちゃう。行くこっち行かなきゃいけない。だからもう3子が残ってない。こっちへこうね。でこう分岐きたらどっちかな。こっちへこう回るね。こう丸ついてる。まああとここでこうで、こういうふうにやったところのこれがクリティカルパスというわけ。実際にそうなったよく見てみると、この日にちだけ足すんだ。4日足す6日足す10日でしょ。でここで0足すからここまでは10日。10日足すとここ16日。だからこうでしょ。16日。16日で21日ね、それから5日足すから、ちょっと待って21、ここで26か26で、これで、5日足すから31と。だからこの日にちを全部あの足し合わせるというね。だからクリティカルパスの作業の日数を4足す、この上の赤あの黒丸つけたところの上をこう全部足してあげるの。これこう、そしてこれがちゃんと、31になってれば、これがよろしいと、こういうことですね。なってますかこれ。これがあここいつからですね。全部でこのパス状の足すと後期の31になってるから、まあ、こんな風にして後期を確認することもできる。自分が計算に合ってるかどうかっていうのはこの書いたパスの日数足してここの一致したら、あこれ正しいということが分かるわけだな。ということでイベントの11の最順でこれ31は後期だということで半分が点取れたわけだな。これでまあ10点取れたとこういうふうになるわけです。で残りですね、こっちは簡単なんで比較的
ね、作業 M の開始がですね、3日、 G がね、3日遅れたら、3日遅れたら、これの再送開始後が何日遅れますかって、まあ、こういう問題なんで、でこれはもう一遍ここだけを取り出して、ね、ここだけを取り出して計算をしてあげればいいわけ、ここだけを。ここだけ取り出して。だから今までは5日だ、ここ5日だったんだけど、これ3日増えたと言ってるんだからね、G が。だからこう8日にしてあげたり、あと計算する。これそのままだから、ここからずっとそのまま、これそのまま。みんなあとは変わらないんだよ。この3日だけは、ここだけが8日になって、あとは変わらないんだから。これは6日そのまま、これも7日そのまま、6日そのまま。ここだけ8日にして、3日増えたから、8日にしてあげる。そして、同じようにここから9から始まって、計算していくと、9から、6で15、これはいいですよと。で、ここのところは変わってくるんだな。ここは15足す0だった。それで15だ。で、今度は9足す8になってくる。9足す8で17になって、ここね。で、こっち側来ると5足す7で12だから、一番大きいのは これだな。今度、これが一番大きくなって17になって、ここ17。ね。で、17に6足して23だと。ね。というふうなことになってくる。もともとはこう21日だったから、ここね、21日だから、21日から23になったから、これは2日だけ遅れたよって、23から21日か。で、答え2日。ということで、講義をちゃんとできたらね、これができればもうこっちがね、おまけ。おまけで10点、10点ってくれるんです。ね。だからこっちはもう大したことない。もう一回計算し直せばいいわけだ。いい？ということで、これはね、ちょっと今日は30分ぐらい時間かけすぎたけどね、ただ皆さん、ここはね、何回か見て、それとあとね、ポイントはこういうこと。このネットワークの計算は絶対に一番最後にやること。絶対先に手をつけるな。合格するためにはネットワークの計算は全部終わったところから始める。これが重要な、手順上大事なことです。いい？そうしないとね、焦っちゃうと絶対損する。だからネットワークはもう必ず最後に取る。最後に取る。これはね、キーポイントだ。いうことな。ではこれで、ネットワークの説明から一つ皆さんもですね、ここを10点最低取れるようにですね、訓練してください。いいですね。